さあ、時代が今度もうすでに江戸時代に入ります。江戸時代に入りますと水火神道を唱えました山崎安西という人、この方勉強熱心な方でですね、もう一番最初に比叡山に入ってお坊さんしてたんです。ここには真理はないって言い出しまして、そのまま次禅宗のお坊さんになりました。あ、ここにも神道は真理はないって言って、今度どこ行ったかというと四国の土佐まで行きまして、野中健山に指示をして儒教の朱子学を学びます。それで大成をするわけですね。朱子学というのはどういう教えかと言いますと、儒教の中でもお殿様と家来の関係をすごく大事にします。君臣関係を大事にします。この朱子学の中で一番尊い生き方とされますのはこういう人です。これは簡太子という詩の中に描かれた文王暴君と言いますから、まあ織田信長のような人に仕えて、冤罪ですから無実の罪で幽閉されて牢獄の中に閉じ込められても、殿様は偉いという心を失わないのが大切ですという方です。だからお武家さんからは非常に人気のあった神道なんですね。この山崎安西という方は元お坊さんって言いましたね。実はこの方から廃仏思想が生まれてくる。この方は昔お坊さんだったにもかかわらず、ね、仏教大嫌いっていう人、ここには真理はないって言った分だけ仏教を排斥し始めたのはこの山崎安西って方が最初です。お坊さんは覚えておかれた方がいいかもしれませんね。山崎安西って人はそういう人だったんですけどね。まあそういうお武家様にとっては大事な神道でありました。